小林さんお疲れ様です。何を吹いてらっしゃるんですか。なんか緑の 何を吹いてらっしゃるんですか。あ、これは水戸駅で買ったゴーヤです。夏はねいいですから。ゴーヤになったの。安いですね。酢の物を作るの。美味しそうです。すごくなんか吹きたくなる気持ちもわからないんですけど。あとね、あのトウモロコシが3本で100円だったんですよ。安くないですか。茨城は安いんですよ、ね、いっぱい安いものを美味しく売ってますから。そうですよ、皆さんぜひ茨城にといえばバスツアーのね、ええ、あの募集も開始されましたよ。あ、そうですよね。結構なんか申し込んだよなんてメールも何通か来てたりとかして。まだまだ迷ってらっしゃるがいるんじゃないかなと思うんですが。なるほど、まあ、8月になりましてね、ええ、皆さんあの夏のボーナスというものをもらっているはずなんですよね。そうですよね。年俸制の方とか、また違うかもしれないですけど、あのアドバイトしてる方とかはあるかもしれないですけど、ぜひあのそこは正社員の皆さんにあのボーナスをいただける皆さんに頑張っていただき、はい、あの楽しくねワイワイね、なんかかなり盛りだくさんになりそうな感じですもんね。私今しおりを、旅のしおりを手書きで作ってるんですけど、それの内容、はい、恐ろしく濃くしてやろうと思って、ほうほうほう、もう黒で見えないみたいな。なんか書いてあるけども、白い紙だったのこれはみたいな。すごいですね。感じにしようと思って、今合作中なので。なるほど。あのこれを読めば、今までのインタビューとか、なんかそう発言とか振り返らなくてもいいんじゃないかぐらいに、佐々木小夜子をいっぱい知れる。すごいですね。百科事典というか、もう佐々木坂辞典みたいなやつみたいなのをできたらいいなと思って、昔、あの雑誌で99の質問とかあったの分かりますか。ありますね。で、なんかもう体重が、全部入ったり、あの昔入ってた部活はとかあったり、なんかそういう開業とかがもうなくて、ずらーちーみたいな。全部文字みたいな。しかも私が発言してることが一番正しいじゃないですか。そうですね。結構、あの番組中に言ったことがちょっと、なんか、曲がっちゃってというか、言語ゲームの途中で、こんなこと言ってたみたいな、言ってないみたいな。まあまあ、あるケースですよね。そう、ね、たまにあったりするので、本人の書く、本人の真実を皆さんにお伝えしたら、オフィシャル中のオフィシャルですね。できたらなと思って。いいですね。それもファンクラブの方とだから、なんか共有したいなと思って、一生懸命手書きで書こうと思ってますので、楽しみにしていってほしいなと思います。旅といえばいっぱい行ってますね。旅ね、すごいですね。旅欲が、もう帰ってきてさあ次どこ行こうみたいな感じなんですよ今。あ、山口行って、帰ってきて、で名古屋行って、明石に行って、ですね、なんか美味しい食べ物ありました。あ、もう名古屋でね、名古屋って、いつも日帰りで帰れる場所だから、まあそうですよね、結構泊まれないことが多くって、ゆっくりできてなかったんですよ。それを今回、プライベートで行ったので、もうあの何時にどこで食べてっていうのを、なるべく頭の中で見ながら、ひつまぶしならぬ、お釜で炊いて作っている釜まぶしっていう、そんなのあるんですけど、はい、ひつまぶしの釜バージョンとか、釜飯みたいな、はい、釜飯の釜にひつまぶしです。うわ、うまそう。なんか熱々でずっと食べれるっていうのとか、あと小倉トーストも食べましたし。あ、小倉トースト美味しかったですか。美味しかったです。カロリーって美味しい。小倉の前だってあんこの前にバターですもん。ああ、そうですよね。もうカロリーって美味しい。でしたし、土手煮とか、あとやっぱあの手羽先の唐揚げとかだったり、天むす、で明石焼きと鉄板焼き。あ、明石焼き美味しいんですよね。で、あの帰りに大阪でしょって急いで午後一買う、午後一蓬莱の豚まんとシューマイ買って帰る、お土産いっぱい買った。普通に旅してますね。旅してます。いや、いいな。旅してます。でも
あれじゃないですか、山口でも美味しそうなイカとか。イカ、ね、本当にあのお世話になった梅田さんっていう、あの店主さんが、はい、実行委員の方で、はいはい、花火大会のお祭りの方で、そこ の, あの名物、男イトチと書いて、うん、イコトイカっていう剣先イカの、はいはいはい、丸々いっぱい使ったこんな感じの、こんな定食がいただける。おーおーおー、いただける、はい、美味しいんだって思いました。まだ透明だし、あのちょっと時間が経つとあの斑点の 赤が出てくるじゃないですか、はいはい、うん、あれがこうじーっとお皿見てると、うん、あ、できてきてるんですか。そう、なんかこう引いて押したり引いたりまで来てるので、してたり、あの下足の方を食べようとすると、あの笹の葉、下に敷いてる笹の葉に急までこうじーっ、おりゃ食われたくていいんじゃみたいな、それをまたいただくの。本当に素敵な場所でした。あの山と海が本当に近いんですよ、うん、山があったすぐそこからまた海が始まるみたいな、もう海があるみたいな、じゃあ鎌倉みたいな感じ、あ、そんな感じなんですかね、近いのかな、なんか、でももっとその建物がないので、うんうん、より自然深く、自然な楽しめて、すごいですよね。で放送でも言ってましたけどね、花火もすごかった、花火すごかった、これ本当にもっと有名になる花火大会だなと思いました。皆さんの気合がすごいです、この花火大会にかける、そしてあの地元の方々が、お盆の時期は帰りにくいからというので、毎年あのお祭りが7月28って決まってるので、はいはい、あの日にちが一応固定なんですので、なるほど、はいはい、関わらずなので必ずそこに合わせて夏休みを取って帰ってきたり、あ、それも素敵ですね。ね、素敵ですよね。ね、うん、素敵ですね。そういうなんか、そこみたいな、ここみたいな距離で上がります、だから音の時差があんまないんですよ。ああ、じゃあ本当もう上がっても音がしてみたいな感じの。上がってバーン、上がってドーン。その近さがすごく売りだそうで。はいはい、ああ、すごいですね。つぼみちゃんたちもね、何人か、はい、駆けつけたということで。すごくたくさんあの宣伝をしておいたので、 ありがとうございます。月曜夜9時山口では月曜夜9時やってますから聞いてください。もうがっつりメール増える、そうですね。あ、でも山口の方からも、はい、あのちらほら届いておりますので、うんうん、来てますからね。皆さんぜひさらに、ね、どん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 花ラジの輪をつなげていきましょう。はい、わ、茨ラジオの輪丸いですけどね。わかりました。じゃあまた最後にメッセージをお願いします。はい、まずは皆さんと一緒に11月のバスツアーを楽しみにしておりますので、ぜひ皆様申し込んでいただいて、先着となっておりますのでお早めに申し込んでみてください。もうこんなにっていうくらい盛り込みます。なんか お題これで大丈夫ですかって帰りに思えるくらいな、盛り込み方をしたいと思いますので、気合い入れて楽しみにしてきてください。そして、花ラジ、あの今回オープニングを、ね、茨城放送バージョン、ね、はい、ラジオ開催バージョン、はい、山口放送バージョンと頑張ってみました、はい、あの毎回はできないかもしれないんですけど、あの毎回私があの申し訳なく思っておりました、あの土曜の男バトンタッチ問題がこれで一度、ね、お受けすることができて、はいはい、ちょっと安心しています、はいはいはい、あのなぜバトンタッチしたりとか一緒の番組をやるのが難しいかというと、うん、そのね、3曲でネットさせていただいているので、うん、前後のつながりが土曜の男じゃない曲もあるの で、 そうなんですよ、ね、うん、ちょっとね、なかなか難しかったりしてたんですけど、うん、こうやって頑張って、はい、あの3パターン撮ったりして、はい、ちょっとずついろんなあの前後の皆さんと前後の番組の皆さんとこんにちは、どうもどうもって、はい、あ、なかなか良くしていって、あのどんどんラジオの輪を広げられたらと思います。ぜひ茨城放送、あの FM 放送もありますし、ラジコで全国から聞けますし、皆さん楽しんで聞いていただきたいと思います。ありがとうございました。はい。